西岳から望む北釜尾根、左の鋭く尖ったピークが槍ヶ岳、右のピークが北釜どっ北釜どっの位置北釜尾根とは、日田山無役南部の山、槍ヶ岳から北に伸びる尾根である。険しいことで非常に名高く、槍ヶ岳への道路として用いられる。どっの標高は2899メートル。槍ヶ岳の一般的な道路としては、 上高地や新穂高温泉などからの登山道がある。北釜尾根には登山道がないため、完全なバリエーションルートとして用いられる。通過には当然、岩登りの装備、技術を要する。また登山道がないことにより、ルートファインディング能力も必要とする。槍ヶ岳から東に伸びる東釜尾根には、表銀座と呼ばれる、厨房温泉からの登山道が整備されている。 また、槍ヶ岳から、西のろく岳へ伸びる、西鎌尾根の江干し岳へと続く稜線図体の、登山道は、裏銀座と呼ばれている。古くからの道路は、湯又からのものと言われている。すなわち、品濃川水系の高瀬渓谷を遡上し、湯又から水又川を遡り、千点出会へと進み、北鎌尾根に取り付くというものである。他の道路としては、水又の利子市から、 天井沢もしくは大天井竹から貧乏沢を加工し北鎌沢を登るというものがある。湯又からのものも北鎌の沢からのものも険しいルートであることにはそういない。途中の北鎌平には石踏みが設置されている。両線上に山小屋やキャンプ指定地はない。ありがとうございます。